今日もいつもと同じ朝、ほうき掃除をした後、モップをかけて床を磨く、洗濯して仕事は終わり、おきりりりの本を読んで、部屋のカーテンに絵を描いたり、痛みもの料理もするの、変わらない毎日。昼間はパズルに雑におやつ、いたずらバレー、そしてチェス、焼き物、それからキャンドル作り、ヨガと絵画、運動、最高！同じ本を読み返して、また絵を描く、もう飽きたわ。一人部屋で長い長い髪を溶かしながら考えてる、私のこんな暮らし、いつまで続くの？明日は光の夜空、遠くはず綺麗よね、きっと私の誕生日。外の世界を見に行きたいの。いつも憧れてた一人との中で、外の世界はどんなに素敵な、今夜は星空の下、霧が晴れたように、やっと見つけた私のいる場所、輝いている未来、照らす光、夢を叶えた特別な夜、世界がまるで昨日とは違う、ようやく巡り会えた大事な人、いつも昨日悪魔が一人生きてきた、本当に大切なことに背を向け、今夜は僕のそばで霧が微笑んでる、やっと見つけた僕のいる場所、輝いている未
白い照らす光、夢を叶えた特別な夜、世界がまるで昨日とは違う。ようやく巡り合えた大事な人。大事な人。